カンザス州出身の弁護士、政治家、ワイオミング州選出のアメリカ合衆国会議員、民主党員、カンザス州ランシングに生まれたグリーバーは、地元の公立学校を卒業し、1917年にカンザス大学法学部を卒業した。第一次世界大戦中の九百十七年四月から九百十九年三月まで、第十九不評師団第百十四 白撃砲中隊に所属し、一等中尉として従軍した。1917年に弁護士資格を取得し、1921年にワイオミング州パインブラフスとコーディで弁護士としての活動を開始した。1930年から1932年までコーディ氏の市長を務め、1933年から1934年までワイオミング大学の理事を務めた。 1934年、グリーバーは民主党員として会議員選挙に出馬し、当選を果たした。バイオミング州は伝統的に共和党支持者が多く、民主党系の会議員の当選は、ジョン・ユージン・をズボーン以来38年ぶりのことであった。翌1936年選挙でも再選を果たしたが、 1938年選挙で共和党のフランク・ホートンに敗れ、政界を引退した。落選後、弁護士としての活動を再開させたが、1943年、ショットガンの掃除中に銃が暴発し、死亡した。ありがとうございます。